親や家族を憎んでしまう気持ちがあります。どう許したらいい？これ私、子供たちがね、子供、親子関係で選ぶことができるんです。できるんですね。まあ分かりませんよ、選んできてるっていう人もいますけどね、選んだ記憶なんかない。これはもう全くのご縁ですわ、親子関係っていうのはね。で、子供は 100% 親が大好きです。これ例外ないんです。子供はみんな親が大好きです。でも親が子供を 100% 好きかっていうとそうじゃないんですよね。それは子供が大好きっていう親もいれば、あんまりっていう親もいれば、なんで生まれてきたんだっていう親もいるんです。だから親子関係って全て親の問題なんです。全部です。子供の問題じゃないんです。あれ、簡単に言うと親子関係のトラブルって川の汚れと一緒です。下流が汚れてる。で、下流が汚れてるから、なんとか川をきれいにしようと思って下流を掃除したりするんですけど、一向にその汚れは取れない。当たり前じゃないですかね。えこの川をきれいにするためにやらなあかんのは上流なんですよ。下流が子供で上流が親なんです。だから親子関係のトラブルは 100% 親の問題です。でもね、そうやって育った子供たち、一心に不幸を背負ってるような顔してきますわ。先生って、なんで俺ってこんな家に生まれたんですかって、親は俺のことを捨ててってね。父親にも母親にも捨てられた子供何人も持ってきましたし、施設から登校する子もうち何人もいましたんでね。なんでですかって、なんで親は自分のこと大事にしてくれないんですかって、俺ってこんなに不幸でって、なんでって不公平なんですかってね。お前なんか生まれてこなければよかったのにっていう親がいるんですね。聞いたことありませんかね。私たちにとっては信じられない言葉でしょうけど、でもね、そういう言葉を実際に受けた子供たちは山ほどいる。私が受け持った子供の中にもいた。じゃあその時にタマちゃんは何て言ったのか、ね、教えません。ここから先は別料金に なわけないね。だから言ってやりましたよ。お前さって、それさって呪いの呪文だろうがって、お前呪いの呪文だよそれって、生まれてこなければよかったなんて、お前呪いの呪文だよって、負けんのかそれにっつったんですよ。お前そんな呪文に負けてしまうんかお前って、そんな呪文に負けてしまうようなお前って、そんなやわなやつじゃねえだろって、その呪文にお前勝てるからここにいるんだろうがって、先生どうやって勝てるんですかその呪文にって、簡単だよって、お前が生まれてきてよかったって思いはもう勝ちだよってね。え産んでくれてありがとうって思ったら、その呪文なんて全部吹き飛ぶわって、お前が決めることができるんだよって言ってやったんです。そいつ今も元気で生きてますけどね。その瞬間に呪文は消えてなくなったんです。俺だったんだって、親なんてどうでもよかった、親が何を言ったって自分が今ここに生きててよかったって思えたら、もうそれだけでいいんだって思えたら ね、自分たちは自分たちの人生でしか人を測ることはできんですよ。でも世の中、辛い思いをしたり苦しい思いをしたり涙と共に生きてる人って山ほどおるんです。でも私はその呪いの呪文をかけられた子供たちっていうのは必ず誰かの光になると思ってる、ね、そんな子たちが必ず将来同じような苦しみを抱えてる人に出会う時が来る、ね、その時に自分が経験したからこそその子の気持ちに寄り添える真実の言葉っていうのが言えると思うんですよね。言葉には重みがある、ね、自分たちが時に理不尽な苦しみを味わわないといけないのは何のためか、将来誰かの光になるためです、ね、同じ苦しみを抱えている人の希望になるために、今自分たちがそのお役目を背負ってるだけの話です。誰かの光になるために今人生があるのなら頑張れるやないですか。
苦しみには意味がある、ね、誰かを恨む、誰かを憎むっていうのは呪いです。ずっと呪いにかかってるんです。親や家族を憎む呪いにかかってる。その呪いを解くのは自分しかいません。ずっと人間関係を恨んでる人がいますね。あの時あの人が、私もそうでしたから。あのさっきね、もう自分の命絶とうって思ったきっかけは、親友から裏切られて多額の借金を背負ったのが原因だったんです。3000万近く借金背負いましたんでね。簡単なことですよ。そいつの保証になったら、ある日そいつがいなくなってたっちゅうね、よくあるパターンですよ。ずっと恨んでました。あいつのせいで俺の人生は台無しや、めちゃめちゃやって、あれさえなければ、ずっと思ってた。20数年思ってました。だけど私がいくら恨んでも憎んでも、その恨みや憎しみっていうのは相手には届かないんですよ。こっちが夜も寝られないほどこうね、憎んだり恨んだり呪ったりしても、相手は寝とるんですわ。はい。アホらしいですよね。自分だけこんなに心の波風耐えないといけないね。許しちゃえ。いつか感謝すると聞きますよ。私は感謝するときは来たんです、その親友にね。もう会うことはないと思いますけど、でもあの時のあれがあったから今自分の人生がこうやって、会って皆さんと出会うことができたわけです。その経験なかったら皆さんと出会うことは絶対になかったです。